山県のウーラジー。皆さんこんばんは、水曜夜9時半です、宇山県です、いかがお過ごしでしょうか、この番組はですね、私役者をやっております宇山県が役者の糧となること、そして役者として役作りに参考になるようなこと、そういったことをあらゆる角度で学び吸収していく、そういった番組です。時にはですね、さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、そのジャンルのいろんなことをですね、視聴者の方々とともに、あ、そんな角度があるんだ、あ、そんなことあるんだ、へーというような感じで学び吸収していく、そういった番組です。今日もですね、素敵なゲストをお招きいたしております。ご紹介いたします。元ボクシングの元日本ライト級王者、島田武洋選手。ありがとうございます。よろしく。そして、ボクシングマガジンのライターであります岡庭誠さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。そんな、ボクシングにね、ボクシングの長らく関わってるお二方、こうちょっといろんな、もう僕の、まあ、知らない世界といったらですけども、コアなボクシングのお話をちょっといろいろ勉強させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。島田さんは前回、先月ですか、すごい激戦を、お疲れ様でした。本当に僕も岡山さんもそうですね、会場に、すごい応援に行かせていただいて、凄まじい殴り合い、いやこれもう本当に、まあ、今日お聞きの方は当然ボクシングお好きな方ももう映像とともにご視聴いただいているでしょうけれども、まだボクシングはあまり見られない、あまり知らない方にもちょっと岡庭さんのちょっと解説も含めて勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。今音が聞こえてない方はですね、番組表に戻っていただいて、ちょっと音声ボタンビューというボタンを押していただくと映像とともにご覧いただけるかと思いますんで、ちょっとチャレンジしてみてください。じゃあ島田さんにはちょっとボクシングのこともそうですけれども、ちょっと体作りだったり、体のメンテナンスというか、ね、メンタル、そういう角度でも聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。お二方、宇山県のウーラジー、引き続きよろしくお願いします。